どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。あなたのフォン・エブネルセンの唯一の理解者、さやです。あなたにもあるんですよ、フォン・エブネルセン。どこに？舌の中。舌の中？はい、舌リパーゼを分泌いたします。捨てた。かっこいいっちどうでもいいな。よし、いや皆さん見てください、こう後ろなんかやばくない？やばくない、結局反響してるし、暗いし、うん、ちょっと怖くないっていう。夏目さんちの新居か。ルームツアーっすか。夏目さんち新居ルームツアーじゃないの。イエーイ、イエーイじゃないのよ。ということで今回やっていく企画はこちら。リダン、プロの絵師なら鬼ごっこしながら鬼の似顔絵描ける説。そう、もう予想外の一撃が来たわよ。はい、ということで、はい、今ここはですね、あの、うん、千葉県にあるサバゲー会場なんですけれども、はい、お借りしております。この中を使って鬼ごっこしたいと思います。そして、はい、鬼ごっこといえば今日の動画、はい、なんとデッドバイデイライトモバイルさんとのコラボです。ありがとうございます。もしかしてここの場所でキラーに追いかけられるとかっていう、はい、そういうことでございます。クソ怖いんだけど、ちょっと今日引退しますわ。早い。皆さん案件ですよ、あなた。デッドバイデイライトモバイルなんですが、はい、基本プレイ無料の非対称型 4VS1 ですよ。 4対1、だから1人のキラーが4人のサバイバーを追っかけるっていうやつですね。ゲームでございます、はい、キラーはサバイバーを狩る。でサバイバーはキラーから逃げてマップにある発電機をこう直していくんですね、はい、うん、直していって最後ゲートを開けると、通電させて、はい、その場から脱出するっていうシンプルなゲームなんですけども、夏目さんち実は活動開始直後ってゲーム実況ってチャンネルだったんですけど、懐かしい。 そこのチャンネルで、うん、多分開始して本当に2ヶ月ぐらいの時にさやさんの初心者デッドバイデイライト、いやそう超怖かったよ、そういうのやってたんですけど、うん、詳しくはこちらの動画です。広いな動画。サムネビヨンビヨンに伸びてるんだと。しかもね、あのゲーム実況チャンネルの方でもこの動画もね、はい、デッドバの動画出してるんですが、これはね PS4 でやってた時ですよ。あ、そうですね、はい、で今回は、うん、モバイルです。スマホでみんな誰でも無料でできるということで、はい、今回はタイアップさせていただくわけです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日はこのデッドバイデイライトにちなんで、はい、サバイバー4人、キラー1人に分かれてリアルでここで鬼ごっこしていくと。デドバだと発電機を直すわけですよ。でも今回はそのお絵かきパワーを電力に変えようというわけでございます、はい、なのでこのフィールド内に5箇所デッドバイデイライトの発電機に見立てたお絵かきミッション、こちらがありますので、はい、サバイバー4人は全てクリアしてそこにあるその5個のお絵かきを入り口まで持ってきたら脱出できるっていうルールになってます。はい、でちょっと離動したんですけども、キラーに当然捕まるということがあるわけですよ、まあ、キラーに釣られたサバイバーこちらです。これ処刑台です。だからキラーに釣れられてここの処刑台に閉じ込められて、2人釣られたら2人ここにみちみちに閉じ込められてしまうわけです。でここね、ここに処刑台にこうやって待機させられてしまうんですけども、はい、残ってるサバイバーは、うん、今ここで僕が釣られた、助けてってなってたら、はい、ゲイさん、これで救出ということでサバイバーは再び逃げることができると、はい、できる。でただこれは1人1回しか助けてもらえないというルール、はい、復活は1回まで、はい、皆さんよく分かる言葉で説明すると、うん、デドバ風でありつつ要は1回しか復活できないケイドロですね。はい、はい、昔この文句やりましたね。ね、ケイドロやりましたね、うん、1人でも全部のお絵かきミッションを終わらせてその絵を集めて脱出口、あちらの出口に行くことができれば、はい、サバイバー側の勝利と。ただし最後脱出した時に描いた絵があまりにもお粗末だった場合はサバイバーの負けでございます。もうそのままエンティティに捧げるってやつ、ね、そうです、まあ、我々はもうエンティティに全て捧げられてしまう、はい、それではやっていこうと思います。え、怖い、やっぱ思わない。思わないの、うん、初めてのパターン。じゃあじゃない、失礼しました。どこ行っちゃう、怖い。さあではここに集まりました、はい、イエ、こちらがチーム夏目さんちサバイバーでございます。巻き込まれた壊れた2名をチョイスいたしました。チーム夏目さんちの湯原さんでございます。はい、でそしてベベさんでございます、はい、ベベです、よろしくお願いします。ということで今から、はい、このフィールドのどっかにもうキラーがいるので、いやそうですよ、はじめマジで怖いな、ね、夏目さんち史上一番怖い動画になるかもしれない。じゃあもうチーム夏目さんちの皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。怖えー、怖えー。
さあということでこちら今回僕たちですね、じゃん、夏目さんちだけ視点カメラというか、はい、はい、この GoPro で撮っていこうかなと思っております。じゃあ今からもう早速ここ周りに散って準備ができたらもうキラーが投入されるということで、怖い、やばいすぎます、マジ怖い、めちゃくちゃ怖いので頑張りましょう。はい、頑張りましょう、はい、皆さん頑張って絵描いてください、うん、逃げてください、逃げるというか隠れてください。隠れます、それじゃあまず隠れましょう。よし、3、よし、よし、ちょっと同じとこ来ないで、やばいやばい、でも普通にやめて、どっか行ってこんな感じの撮影夏目さんちですると思わなかったよね、みんなも多分どこに隠れようかな。さあということでじゃあまずは隠れていくんだけど、どこがいいんだろう、何あいつらみんな近くねえか。はい、じゃあちょっと僕はこの辺の角に隠れようかな。めっちゃ怖いんだけど、これ画角やばくない、怖さ。大丈夫ね、なんかこう端っこにいるのはあれなんで、ほら井原さんがいるよOK 報告をして、よしよし、じゃあ始まりの合図。やべえマジで、てかこれさ声さ出したらすぐバレるじゃん、なんかさっきデモンストレーションの時キラーの人言ってたんだけど、声でめちゃくちゃバレるって、声でめちゃくちゃ気づくらしいので、ベラベラ喋ってたらマジで死なんだよね。はい、 LINE で始まりの合図を打ちました。さあ始まるよ、クリア、音が鳴ったら始まりです。やばい、メタ始まった、怖すぎ怖すぎ、マジでやばい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 、どうしよう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 結構普通にバレてるな、永遠に追われてる気がする。チェイスが怖すぎる、マジでやばいやばい。あ、まず来てる、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 怖いよ、やばい、待って、怖い、覚えてる、待って待って、怖い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 よ。僕だけに、僕だけに、多分さや解放してくれたみたい。よし、僕1アウトだけど、さっきこれが終わってるんで1通電です。済んだ、そうだこれ、怖っ、普通に普通に怖っ、誰かいないかな、こっち、お母さん、嘘、湯原さん闇に紛れられなかった、捕まってもうた、どうもどうもどうも、仲良くしましょう、仲良くしましょう。これやばくないですか、え、待って、何個通電今、1個かな、1個っすよね、やば、誰か助けて、
助かった、やばそう、助けて、マジか、さや以外全員アウトよ今、2人とも何やってんの、いやマジでごめん、マジでむずい、ごめん、何ここむさ苦しい、見てこれ見て、そしてあの怖いあのキラーの動き、すごい、やばいっすよ、殺気がねえ、すごい、ベベさん、ベベさんやられたよ、あ、これもうクリアされてるな、待って、自分にいるの、ここに4コマ、お前、あ、そこ4コマ、ありがとう、これなんだ、キラーの顔かけ、マジか、ズンズン来るのマジで怖くない？本物なんだけどキラーの そっち来れちゃうのね、でもさ、この時点でもう無理じゃない、この時点でも結構無理じゃケンくん、ここは俺が生きられてくれ、生きられてくれ、勝ちの見込みがなさすぎる、ゲさん頑張って、三釣りの一サバイバーはきつく、なんだそこ思わなかったけど、結構悠々とね、涼しいね、ここに、うん、ここいいね、医師の体力舐めないでほしい、ほんとね、
捕まった。あ、やばい。ご覧ください。あそこで今ゲイさん上がってらっしゃる。釣られた。終わっちゃった。ということで、はい、今回の勝負はキラーの勝ちでした。おめでとう。おめでとうございます。残り何台でした？残り2台？これ2台だね。2台。しかもだってさ、ほぼほぼゲイさんだね。やったな、俺頑張ったな。せいさん4コマ漫画1コマだけ。いや、そう見た見た見た。多分そう。ということで、あの勝てねえし勝てん、えし勝てん、勝ちたい、勝ちたいよね、うん、あのリベンジ、あのキラーさん、あのキラーさん、泣きキラーさん、あのすいません、キラーさんすいません、もう一回お会いだけいいですか。ちょっと、ちょっと、あの生贄をお願いします。エシキに捧げるんで、はい、こいつだけを確実に捧げるんで。あ、ありがとう。もう一回、優しい、もう一回、優しい。ということで、じゃあ今から、はい、泣きの一回やっていこうと思います。ていうかもうね、泣きの一回じゃない の、 あのこっちが泣きの一回、まあ、これ以上は走れない。はい、はい、参りましょう、走りましょう、よし、よし。さあ、ということで泣きの一回負けた。体力が戻ってないですけど、全釣りでね、さっきね、もうメガネが邪魔だったんですよ。コンタクトに変えましたんで、はい、本気出させていただきます。本気じゃん。片レンズ5キロあるので、はい、片レンズ5キロあるんで、ほら今ズドーンってしたはず。ということで、今回ちょっと僕はあのコンタクトにして、本当にお前勝ちにいってんなって感じなんですけど。ゲイさん、これで負けたら恥ずかしいね。いや違うよ、遊びにいつまでも本気な大人がかっこいいんじゃないか。つられちまえ。それではやっていこうと思います、はい、2回戦、頑張りましょう。頑張るよ。よし、今回はめちゃめちゃ隠れる、隠れる作戦でいこう。さあ、始まります。場所変わってる？さあ、来ました、来ました、使わないよ、これは使わないよ。やばいやばい。こっちは。どう言われた。ハロー。何書いてますか。今のそれ最初。現在の。あ、待って、ちょっとこちります。帰って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 。大丈夫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 。今チャンス。やばい、ストレートストレート。背中捉えられた、背中捉えられた。やばい。やばい、来てる来てるよ。後ろにいるよ。待って待って、いるいるよ、待って、いるよ、待って、水がちゃったよ。バンゲセング、介護のおばあちゃんみたいな感じですけど、あ、失礼しますね。あ、ちょっと失礼します。処刑台失礼いたします。ありがとうね、ここまで連れてきてくれて。ありがとうね。基本は壁を使うことですよ、皆さん。壁を使ってキラーが通れないところ通っていく。しかしこれ意味ある。ここで助ける。やっ、これ何、これ一応ゴジラ、ゴリラ、ゴリラ、ゴリラ、え、うまっ。怖すぎ。寝の場みたいなことしてる。
怖い。怖い。普通にうまいキラーの動きしてますよ。大丈夫してくれた。もうダメ、負けないこれ。よし、よし、あと1枚じゃない？1、2、3、あと1個だ。え、あとなんだ？ケイさん、あと1台。どこだ？サヤジを描いた。サヤジを描いた。アントレス描いた。あと、ナピメさん、あ、違う、これしりとりやったでしょ。これしりとりじゃない、あとしりとりじゃない。あ、これさん、あとしりとりだ、あとしりとり、あと1個だよ。どこだっけ、しりとり、しりとりどこ行ったの。違うの。はい、ちょっとここで試合中のゲンさんに代わって編集中のゲンさんからの補足です。えしりとりのミッションは同じ人が2回連続で書くことができないルールになっております。そのため2回目にユハラさんがゴリラを書いているので3回目は僕が書くしかない状況。果たしてキラーの目をかいくぐり書くことはできるのか。それでは現場のゲンさんにお戻しします。どうぞ。ここだった。どこはと最後の1台分かりません。肉壁頼みます。あと、あとは頼んだよ。あれ、お、これ最後の1個、最後の1個、集めろ。今から走って OK です。どこだっけ、走って OK です。どこだ、
ヤフラさん集まったよ。ヤフラさんこれ持ってって。ユハラさんゴールして。おかえりぐちゃ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 必死やばい。ってことはこれは逃げということでよろしいかな。みんなおめでとう。拍手してくれてありがとうございます。ありがとうございます。一旦逃げたということで、ただこの後あれです、審議の審議のタイムなんで、審議タイムちょっと怪しいなって。じゃあまた。終わりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、なんとかまあ2回やったので、うん、ちょっととりあえず描いた絵を見て審議しましょう、はい、まあ、とりあえず1回目じゃあ見てみましょう、はい、4コマ漫画完成させよう。カタツムリになっちゃったな。え、ちなみにさえさんが描いたのは多分これだけですね。さえさんこれですね。さえさんこれだけで終わりました。ちなみに次、僕はイモムシって言ったのは僕が描きました。なんで自分のことイモムシにしてるの。そっちの方が気になるんだけど、もうね、キラーに追われながらなんか錯乱してんだよ、うん、結構、うんうん、もう正しい思考はなかったので、なかった、うん、ガッタリ合体させる。言われたく合体させたけど、まあ、この後どうなったんでしょうね、うん、気になるところですけど、うん、これね、これリンゴリラッパということですね、うん、これなんかね2回も見たんだよ。あ、はいはい、あ、原作これ原作好きそうっていうか原画描きました。僕が描いたので僕が好きそうなやつを急いで描きました、うん、もうお前が描くしかない、うんうん、そういう感じになりましたね。セサはこの絵には1回も出会わなかったです。サヤジオキャラ弱気心と弱き心、俺の外界が。そう、あ、なんかプリンの雰囲気だけ描かれてたから描き足して、ゲンザラシのメガネ描いてるあたりでキラーに見つかってるもん。あ、でもゲンザラシ鼻黒だから塗らないからダメだね。厳しいジャッジ。厳しい。で、これがあのハント、これはハントレスさんで。やめろやめろやめろ、俺だよ描いたの。肩幅すごいプロレスラーさんだよ。ハントレスの肩幅すごいからね、マジ。ハントレスの肩幅すごい、あの子マジです、肩幅すごい、うん、まあ、ということで1回目結局これ逃げられてないんですけど。いや、そうですね、1回目失敗でしたけど、でも2回目はだって、はい、いや、ここが問題よ。いや、そうよ、これ逃げ切れてるんだけど、うん、これがうまくいってなかったらキラーの勝ちなんですよ。いや、そうですよ、いきますよ、うん、はい、じゃあ2回目、はい、2回目、じゃじゃん、4コマ漫画アイアム卵って、アイアム卵って始めたんだ。感性尖りすぎてます。いやーって出てきたら誰出したの。え、これだ。あ、ベベが生まれさ、ベベが、これしかなかったの、生まれさせた、生まれさせてわーって言って出てきたの、うん、僕の正体、僕の正体、いやー、僕の正体、そして宇宙、誰で宇宙にしたの、そんな気した。このぐるぐるでこのぐるぐる使いがち。で、次出たー、はい、もうこれね、ゲンの好きそうな女の子描けというよりかは、またこれゲンが描いてるよ。違う違う違う、途中からね、最後だけね。あ、ちなみにゲンさん、ここら辺の2本サイが描いた、ここにサイの絵吹きを感じて、ブルブルブル、サイさん実はこれ描かれてる、2戦目はなんと線を2本描きました。これ大丈夫、この動画。終わってみてなんだけど、そして次、あ、ま、同じなんよこれ、いちごりラッパだったわ。あの、リンゴリラッパといちごりラッパって書いてあるけど全然いいよ、描き手が変わっただけでほぼ同じことしてる。え、ちなみにあのこのゴリラをね、湯原さんが描いた時に居合わせまして、私、ゴーゴーゴーって言ってたから、うん、ゴリラゴリラゴリラって言って、そう、後ろから援助射撃もらって、そうで、ゴリラを描いてる湯原さんを置いて逃げた。そういうやつだな。サイジオキャラさん、これはゲンザルシ、わかる、ゲンザルシわかる、これ三原さん、はい、お、うまい、かわいい、弱き心もまあ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 わかるね、これね、弱き心真偽だなこれ。アニメパーだとこの字は弱だけでいいんですけど、あの普通の静止画だとちょっと弱き心まで書かないと、ちょっとそれは弱き心だとは言えないじゃないですか。めんどくせえやついんな。あと弱き心のお耳はまん丸なんですけど、あの親としてちょっと書いてねくせにな、よう喋んな、書いてねくせに。じゃあ、湯原さんがゲンザラシを書いてるところを見て、あ、なんか、あ、湯原さんゲンザラシ、なんで湯原さん書いてんのだけ目撃してる、ずっと書いてよ。いや、なんかね、よく合うんでね。怒られるもん。あのさ、何も成長してない。ちょっとさっきのと見比べる、肩幅だけが分かるって。怒られるから、ちょっとこれちゃんと書きます。はい、ちゃんと書きます、はい、ちゃんとハントレス書くんで、はい、いや、マジ耳と肩幅しかないんだけど。
これは OK ですか？アウトですか？これハットレスさんですかね。優しい優しい本当？ちなみにこれは弱き心、弱き心と言えますかね。もうちょっと首かしげちゃってるからな。あ、でも OK、 あ、でも OK、 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 でもまあ引き分けですね。引き分けですね。いや頑張りました、はい、もう頑張りました。さあということで、まあはい、平良さんの温情により引き分けだったんですけどもあのデドバはもっと今回もスリリングだったけど、うん、さらにスリリングでかつ無料でねダウンロードして遊べますので、はい、皆さん概要欄のリンクからぜひダウンロードして遊んでみてください。ぜひスリルを求めてね、はい、やってみてください。嘘じゃん、もうダメじゃん、もう走ってるからロリス回んないね。もう下が走っちゃって、案件にあるまじき下の走りなの。この後はみんなでデドバして帰りましょう。ね、デドバして帰りましょう。どこ？どこどこどこ？ゲートどこ？どこか？ゲートどこ？開けちゃった、待って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 、どこ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 ？東？やめろ、今ハッチが開いてますとか言う。おせえのよ、今開いても。あ、おもろ。あの、いや楽しい。こっちの方がいいわ。走るのしんどいわ。はい。行きますか。はい、ということで、あの今日は、ね、はい、チームナツメさんちのクジラさんにキラをしていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。みんな適度な運動はしようね。さやさんとの約束だよ